な白い助っ人になっちゃったぞ。でもお店を評価してくれてるみたいだし嬉しいな。そういえばずっとエウルアとアンバーを見かけなかったけど、二人とも出かけてたのか？私たちには仕事があるからね。え、ずっと仕事してたのか？正確に言うと、私とアンバーは騎士団の半休暇メンバーなの。ブリュー祭の期間中はドーンマンポートとモンド城間をキャラバンが頻繁に移動するため警戒を強める必要があるのよ。魔物や悪党に襲われるからか？ええ、そうよ。遊撃小隊の任務はその2カ所の間を巡回すること。キャラバンの後を追い、カモチを守る。さらには率先して攻撃を仕掛けたり、怪しい場所を調査したりして脅威を事前に取り除くってわけ。なんだか大変そうだな。もしかして、ブリュー祭が終わるまでずっと仕事なのか？そんなことないわ。交代制でやっているからね。一組は見回り、一組は休憩、一組は予備隊として待機するの。これを一定の周期で交代しているわ。エウルアは経験豊富な隊長だからね。エウルアの的確な指示のおかげで、厳しい任務もこなすことができたんだ。別に。褒めるほどのことではないわ。今度機会があったらエウルアが隊長になったばかりの頃の話をしてあげる。すごいんだから。実はちゃんと用事があってきたんだ。エウルア、説明をお願い。君たちに騎士団特製北地のスモークチキン40人前とセピロスのカゴ付きお肉つみつみ40人前を用意してほしいの。とんでもない量だな。一度にこんな注文するのか？まさか騎士団でパーティーを開くつもりだな。どうして誰もオイラたちを招待してくれないんだ。そんな盛大なものじゃなくて、エウルアが隊員たちをねぎらうためなんだ。ええ、遊撃小隊のメンバーは日頃から体力の消耗が激しいから、1回の食事で 4,5 人前は食べるのよ。それに最近は古参の隊員が1人復帰することになってね。だからこの機にお祝いしようと思って、他で何か買うよりも資金を君たちのお店で使えばチャリティーのためにもなるでしょ。おお、一石二鳥のナイス判断だな。そうだ、エウルアの言う古参の隊員ってまさか前にあった？前線で活躍している測量士のミカよ。大団長と遠征に出る前はずっとうちの隊の主力だったの。やっぱりあいつのことか。あの恥ずかしがり屋の騎士がそんなにすごいやつだったなんて。ミカは決してあんたたちを怖がってたわけじゃないよ。若干遠回しだけど、それもあんたたちに対する敬意の表れなの。彼は強い人には独特の個性があると思い込んでいてね。その人たちを知り、考えを理解した上でより深いコミュニケーションを図るの。こうすることで気兼ねなく会話できるようになるみたい。最初は私とアンバーに対しても同じ感じだったわ。私たちのことをよく知ってから、だんだんと自然体でいられるようになったの。そういうことだったのか。ミカって本当に変わったやつだな。ええ、今度時間があったらもっと接してみるといいわ。君は騎士団の重要人物、私は彼の上官として、お互いの誤解を防ぐ義務があるからね。そんなに弁解しなくても大丈夫だぞ。
エウルアがあいつのために言ってるってことはオイラたちにも十分伝わってるから。あ、エウルア、私の分も払ってくれたの？私は遊撃招待のメンバーじゃないし、別で払うよ。君の分も私がおごるから遠慮しなくていいわ。ひひ、エウルアとアンバーのおかげで一気に前日と同じ分のモラを稼げたな。エイオ騎士、パイモン、朗報だ。二人のおかげで予想をはるかに上回る資金が集まった。大成功だよ。ヒヒン、どんなトラブルが起きてもきっと乗り越えられるってオイラ言っただろ。お店がうまくいったのは二人の指導のおかげだよ。収益はすでにチャリティー資金の担当者に渡してある。今回のチャリティーイベントもこれで無事終了だ。感謝の気持ちを込めて二人に報酬を送ろう。さあ受け取ってくれ。ナイス。マニーマニー。もうお店を開くのも怖くないぞ。今後もぜひ一緒に仕事をしてほしい。おう、オイラもかなりいい経験になったぞ。またこんな機会があったら挑戦してみようぜ。あれ、レザーのやつ影すら見当たらないぞ。まだ来てないのか？もしかして前回疲れて帰ったから寝坊したとか？そうだな、もう少し待ってみるか。今のうちにオイラたちで考えとこうぜ。金融野郎が言ってた材料ってどれも抽象的だっただろ。探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念、舞台を掲げる旋風。何か心当たりはあるか？うわぁ、余計抽象的になったぞ。品性ってどこでどうやって見つけるんだよ。え、つまりモンドにある組織と関係してるってことか？言われてみればそうかもしれないけど、材料とか具体的な誰かじゃなくて漠然とした概念を指してるのか？そういえばちょうどどれもブリュー祭の主催側だな。いや、いくらなんでも偶然すぎないか？あの火曜、まさか金曜野郎がアドリブで作ったものじゃないよな。じゃあ最後の歌いを掲げる旋風は灰揚げの儀を暗示してるのかもな。だんだん見えてきたぞ。このまま金曜野郎の作戦に乗ってやろうぜ。レザーと合流したらそれらの場所に行って知り合いに話を聞いてみよう。何か新しいヒントが得られるかもしれない。英雄騎士のお姉ちゃんにパイモンちゃん。ごめん遅くなった。気にすんな、オイラたちも話してたところだから。こいつの知恵のおかげで材料のことはもう見当がついたぜ。ああ、来る途中でクレイに会った。もうすぐブリュー祭だからクレイお出かけの許可をもらえたんだ。アルベドお兄ちゃんはティマヨソお兄ちゃんの特製酔いざましポーションのレシピ調整を手伝ってるからクレイと遊ぶ暇がなくって、だから一人で遊んでたの。街に出るとモンド城の大人たちはみんなお祭りを祝ってて賑やかで楽しそうだったよ。だからクレイもいろいろ準備したな。自分の得意な方法でお祝いのお手伝いをしようと思って。得意な方法ってやばいぞ、嫌な予感がする。そしたらね、レザーと会ったな。いつもと違ってレザーが考え事してたから何があったのって聞いてみたらね、そしたら
レザーはママを探してるんだって。そうじゃない。大丈夫、ママは大切な人だもん。探すのはとっても大事なことだよ。クレイも手伝うから。ああ、レザー、レザー、やっと見つけた。ベネットみんなもここにいたんだな。ほら、これやるよ。これって、イグサだよな。ああ、その通り。今朝これに足を取られて転んじまってな。顔を地べたにぶつけて、泥まで食べる羽目になったんだが、こいつは無傷。で、きっとこれがお前の必要としてる醸造材料だと思ったんだ。ベネットお兄ちゃん、どうやったらイグサで転ぶの？そうだぞ、イグサって光ってるだろ。光るか光らないかじゃなくて、イグサは大きくて目立つから絶対に目に入ると思うんだけど多分慌てて走ってたから俺の不注意のせいだな。その後同じように何度も転んだけど、話すのはやめとこ。俺レザーがどこに行ったのかあちこち聞いて回ってたんだ。今朝だけでもう何度すれ違ったことか。会えてよかったよ、ようやく一息つける。ああ、ありがとう。材料を探してること、どうして知ってる？ああ、それなら図書館司書を名乗るお姉さんがサイリス会長のところに来て、冒険者協会の人もブリュー祭に参加してほしいって言ったんだ。ついでにお前のことを手伝ってほしいともな。リサさん、まさかちゃんと仕事してる？ああ、あの人がリサさんなのか。すごく頭のいい人だって聞いたけど、あまり外に出ないみたいだから今回初めて会ったよ。材料について俺もずっと考えてて、候補もいろいろあったんだ。本来はお前に直接相談しようと思ってたんだが、結局はイグサがベストだって気づいてな。だって光を放ち冒険者の道しるべになるなんて素晴らしいだろ。ごめん、迷惑かけた。おい、そんな堅苦しいこと言うなよ。お前の気持ちはわかるし、友達を助けるのは当たり前だろ。もし俺の家族親父たちが何か必要になった時、お前もきっと助けてくれるだろ。ああ、クレイにできることはない？クレイも混ぜて一緒にやりたい。クレイは元気だな。一番お祭りの雰囲気の影響を受けてるんじゃないか。ベネット、お前家のこと話したの初めて。それは俺は小さい時から両親の顔を見たことないからな。教会の先輩冒険者たちに育てられてきた。普通の家庭とは違うんだ。俺の家のことが聞きたいのなら、そうだな、親父たちの物語で一番すごい伝説から話そうか。ベネットお兄ちゃん、クレイと一緒にママの子になろう。ママは優しいからきっと面倒を見てくれるよ。うええ、ああ、クレイちゃん、気持ちは嬉しいけど大丈夫だ。それにほら、俺には親父や仲間たちがいる。それから俺はベニー冒険団の団長だしな。心配するな。クレイ、わかった。じゃあ、これあげる。Total communication device。それってボンボンだよな。うん、ずっとぐっすり寝てる爆発しない怠けボンボン。ベネットお兄ちゃんに友達になってほしいな。本当にもらっていいのか？うん、ボンボンも
新しい友達ができて嬉しいと思う。俺も嬉しい。そうだな。もしかしたらクレイの影響を受けてベネットの運勢が変わるかもしれないぞ。冒険がうまいこと言って普段見つからないようなお宝を発見できるんじゃないか。もちろん運がいいのはクレイだけって可能性もあるけど、でもこうも考えられるよな。ベネットがついててやればクレイは無用なトラブルを起こさなくなる。そうすれば安心して楽しいブリュー祭を過ごせるぞ。おう、任せてくれ。俺たち二人で助け合ってみるぜ。冒険、お宝、ブリュー祭、やったー。早く出発しよう。毛皮なでなで、毛皮なでなで、レザーも元気出して。栄誉騎士のお姉ちゃん、パイモンちゃん、レザーのことお願い。ママ探し頑張ってね。あ、うん。うまくいくように。みんな、じゃあまたな。 Let's go eat dinner, I think. あいつら、元気そうでよかったな。 Not really that hungry. I guess I loaded up a mashed potatoes and steak, so that's pretty much good enough. レザー、さっき旅人と考えたんだけど、多分原油野郎の言う醸造用の材料はどれも大切にすべき品性のことだと思うんだ。もしかしたらモンドの3つの組織それぞれが象徴する精神に紐づいてるのかもしれない。そこに知り合いがいれば必要なものが見つかるはずだ。そうか。どうしたんだよ。他に心配してることでもあるのか。オイラたちに話してみろよ。ああ、俺、帰ってからずっと考えてた。俺、賢くない。師匠や旅人みたいにできない。それでも、やり遂げたい。みんなに助けてもらうだけじゃダメ。俺も何かすべき。人間の良心、よくわからない。でも知っておかないと。別の人のパパとママ知る。それから俺のパパとママのことを考える。だから俺は聞く。おお、いいことだと思うぞ。レザーは答えを見つけるために頑張ってるんだな。ベネットが俺と同じだと思わなかった。でも親父たちの話になるとベネットの匂いが変わった。温かい太陽の光に当たった干し草みたいに。そうだな。オイラたちもそろそろマンダ城に戻ろう。セピロス教会の知り合いを探しに行こうぜ。レザーと仲がいいのは多分。すまない君たち、今モンドに戻ると言ったか。実は城内から果物を積んだ貨物車がなかなか来ないんだ。途中で何かあったんじゃないかと心配でね。でもブリュー祭の仕事があるし、俺はここからどうしても離れられない。そこでお願いなんだが、モンドへ戻る途中で貨物車がどうなってるか確認してくれないか。まあちょうど通り道だし。ああ、俺も行く。みんな俺を助けてくれる。俺も返さないと。ありがとう、本当に助かるよ。